ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗成です。 KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオお聞きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いします。夏休みですかね、もうね、すっかり、学校も、休みになって、夜更かし三昧ね、生活のリズム乱れね、食べ過ぎてアイス食べ過ぎてね、体調崩されたりしてませんでしょうか。もうね、奔放に過ごしましょう夏休み。まあ、アニメいっぱい見ましょうね。アニメ祭りやってますからね、はい、映画も見に行ったりしてね、エブリデイやってますからね、よろしくお願いしますということで、今週ね、僕のね、後輩の演劇人たちがね、夏休みを盛り上げるべくね、告知をしに来てくれてるんですよね。ちょっとご紹介します。ドリフクラブの皆さんです、どうぞ。じゃあまずどうも、ドリフクラブのゴーダです。ゴーダと申します。告知しに来ました。佐々木俊一です、ドリフクラブの、よろしくお願いします。はい、はい、そう、夏休み何もすることがないみたいな感じでいや、ありますよね。あるでしょ、はい、そういうタイプだった2人でしょ、おそらく。いや、そういうタイプでしたねそうですね、ずっと家でゲームしてましたね。ね、はい、そういう夏休みもね、別に望んでなかったわけじゃないですか。いや、もう寂しくてしゃあなかったでしょ本当に。佐々木君どんな夏休みした？僕はもう部活でしばかれてましたね。あ、何部で？剣道部で叩かれまくって、クソ暑いやるから。なるほど、はい、割といいね。そう、いやもう、うん、悪い思い出です。あ、そう、そうなんです。ちょっと屈折した感じに。そうですね、あ、やめたいやめたいって思いながらやってましたけど、はい、なるほど。でね、はい、まあ、彼らが何を告知したかっていう、まあ、彼ら演劇をやってるんで、演劇をやってます、はいはい、演劇公演があるということでね、努力クラブ第11回公演、タイトルがですね、ピエロどうもありがとうピエロうん、これどんな劇なのかね、ちょっとタイトルだけからね、ちょっと想像がなかなかできないんですけども、はい、これ出演者がね、結構いますね。そうですね、今11人いてます。11人、はい、安藤睦月さん、これ劇団月光社、月光社の学生の子ですね、はい、学生さんですか、はい、女性ですか。女の子です。女の子で、池浦定明さん、これ鬼とソレイユの団長さんですね、はい、男の子ですね、男の子ですねで、大石、これ、エイジさんですよね、はい、これフリーで関西で活躍されてる。そうですね、フリーで、ね、はい、はいはい、で北野真理さん、あ、万里と言います。万里、はい、あ、北野万里さん、万里と読まします。万里の頂上の万里ですね、これね、はい、はい、ドラコムというね、ドラカンですね失礼しました。僕も長いことで、ね、関西演劇シーンにいるんですけども、はい、2連敗でしたね、はい、2連敗北野さんの下りで2連敗しております。熊谷瑞穂さん、これ熊谷ですこれは僕普通に間違っちゃいけませんよね、うん、熊谷さんですね、はいはい、で、あ、次も難しいですね。酒井、はい、信子、これ酒井忍と読むんですよ。忍、これは女性の方ですか。これは、男の、あ、男の方です。また2連敗してますね、はい、忍、これ信じるに古いって書いて忍、忍と、珍しい、はい、でそして佐々木俊一さんはい、僕ですね、あ、よかった、間違えられなくて間違えよう、ね、読めましたね、あ、よかったです。そして杉本夏樹さん、はい、これは N2 という劇団、という劇団ですね。そして続いて西野恭一さん、はい、で劇団チャウカチャワン、劇団チャウカチャワンさん、学生の子ですね、学生の男の子です。そして続いて平田由美さん、はい、ね、これ劇団名なんですかね。劇団名です、長いんですけど ね生物なのでお早めにお召し上がりください。どっから劇団ですかこれ。劇団の名前なんですよ、由来とか聞いたことないので、うん、まあ、なんでこんな名前つけたんやろうと思ってるんですけど、まあ、いつもクエスチョンを、はい、いつも、はい、長えなって思いながら、長いですよね、紹介するにあたってね、はい、そして最後が、丸山交通公園さん、これ丸山交通公園ワンマンショーという、まあ、一人ユニットですかね、はい、はいはい、ワンマンショーです。ワンマンショーをやられてる方ですよね、はい、という布陣でやられる公演なんですけども、どんな公演って聞いていいですか。チラシがね、これね、ビジュアル、これホームページにもあるんですか、このビジュアル。あ、ホームページに載ってないんですよね。載ってないんですか、これ。じゃあチラシをゲットしないと見れない。どっかで多分見れると思います。そうですね、多分、うん、検索とかしてもらったら、ピエロどうもありがとうピエロを
はい、検索してもらうと見ていただきたい。多分どっかで引っかかると思います、うんね、はい、これのお葬式をされてる座敷でね、はい、お坊さんが背中向いてるんですけど、ピエロがねなんか遊んでるんですよね。遊んでるっていう非常に不吉な気配がね漂うチラシなんですけども、まあ、色彩がねなんか暗くなっちゃって、あ、原画はもっと鮮やかなんですか。そういう、いや、まあ暗くしてくださいって、暗く描いてくださいって言ったんですけど、まあ、暗いですよね、まあ、このシチュエーション的にやっぱピエロいてもあんまり賑やかな感じにならないですよね。そうなんですよ、まあ、ピエロ自体は楽しそうなんですけどね。そうですね、相撲取ってたり、うん、はい、チェスしてたり、あ、チェスしてんのかあ、でネットサーフィンしてたりね、うん、いやいや、このチラシは非常に絵画としてねものすごい光るんですよね、うん、うん、ね、なんかちょっと目光りますよね。ね、だからやっぱドリフクラブのこういうチラシのビジュアルってなんかすごいいいなと毎回思ってて、はい、いや、一回も明るかったことないですけど、ないですけど明るい絵を使ったことないですね。けどなんか一回そういう、はい、何展覧会やってほしいぐらい非常にね、あの絵に力がある。で、まあ割とドリフクラブの劇団のカラーみたいなのもうまく表現してる気がしてるんですけど、そうですね、はい、暗い話ばっかりやってますからね、うん、で僕も一回あのハイタウンが、あ、ハイタウン、はい、今年やらせていただきました。それに出演させてもらって、はい、ゴーダクの作品お世話になりました。ほんまに、いや本当になんていうんですかね、あのまあ悪夢を体験しているというか、お客様は悪夢を見てるかのようなそういう劇で、うん、だから本当にどんな劇なんだろうと思って見てるとどんどんはぐらかされていって、私今何見てんだろうっていう、うん、そうですね、大きなやっぱりなんていうか疑問クエスチョンを叩きつけられるっていうのはそんな劇、はい、うん、モノハイタウンの時もすごいコメディーができたと思って、はい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 、あ、もう爆笑の渦だと思ってやったんですけど、うん、はいはい、でもホラーって言われてジャンルとしてホラーに作られてしまったっていう。今回もそういう危険性あります？いや、そうです、うん、すごい僕はコメディとして作ってるんですよ。で、実際稽古場でも僕は笑ってるんですけど、はいはいはい、まあなんか、うん、いやなんかあですね、他のなんかまあ役者とかも見てもらったりとかしてるんですけど、やっぱ笑ってないですもんねそうだからね、そうなんですよ、僕もハイタウンで本番、はい、まあ、稽古と本番ね体験して、ゴーダ君がやっぱものすごい笑ってうんですね、そうですね、演出、作演出家であるの、はい、あ、だから作演出家の意図にちゃんと僕は、ね、組めて表現できたんだなと思って、はい、やっぱ本番ステージ立つとお客さんもクエスチョンになっちゃうんで、そうですね、急に笑い声がなくなってクエスチョンやったり怖がってたり、そうなんですよね、まあ、もちろん笑いはありましたよ、やっぱすごい、いや、ありましたよね、ありましたよね、あったんですよ。だからそれはでも普通コメディを見に行った会場から起きる笑いとはちょっと違うというか、はい、なんか独特な空間ですよね、やっぱ笑うツボがやっぱり個人差あるから、うん、うん、まあ、もちろん一体感のある笑いもあるけど、はい、非常になんかねそれぞれ見てる人のねその経験値とか送ってきた人生で感度がやっぱね、うん、ちょっと違います、違うじゃないですか、うん、あ、こんなこと言うと恥ずかしいんですけど、新しい笑いみたいなのを、あ、なるほど、ちょっと作りたくて、うん、だから見たことない景色が見れるのは間違いないです、ドリフクラブの劇は。うん、いや、めっちゃ恥ずかしいですけどね、今ね、うん、いや、ほんま、かげろうのような、あ、そう、はい、夏のアスファルトの上にふわーっとわわわしてる感じの、うん、あ、うん、いいね、蜃気楼的な劇が見れると、そういう、うん、はい、わかりました、ちょっと楽しみにしておりますんで、はい、これは何、はい、この夏8月5日、はい、金曜日から8日月曜日まで、会場が、京都の北大路にありますアトリエ月見、こちらでね公演ありますんで、詳細は、ドリフクラブのホームページに見てもありますんで、はい、ぜひこちら、不思議な夏を体験しに行ってきてください。では、はい、ドリフクラブのお二人でした、ありがとうございましたありがとうございました。土佐です、よろしくお願いします、ドリフクラブのみんな帰ってきましたけども、はい、帰ってきましたね、はい、まあ、夏休みに公演やるということでした。怖いですよ、彼たちが。怖い、なんで怖いんですか、はい、もうそのさっきも言ってたでしょ、新しい笑いを作っていくみたいな、はいはいはい、そういうことを言ってたんですよ、うん、照れくさそうに言ってたでしょ、うん、それについていけるかどうかっていうのね、うん、怖さがありますよ、見ると。ああ、なるほどね、うん、まあ、下の世代からのね、うん、突き上げみたいな、うん、下克上みたいなね、まあ、別に僕ら上かどうかはあるんですけど、うんうん、まあ、先輩ですからね、うんうん、分からんかったらどうしようとか、はいはいはい、だからいつもこっちの感度が鈍ってるんじゃないかみたいなことあるよね、もうだから知ったかでいきますよ、知ったかで、ああ、面白かった、うん、みたいな、うん、あ、ベケットの、あ、うん、みたいな、先輩の感じを全開に使ってそうね、先輩の風は吹かしまくらんとね、うん、
そこはね、そこだけは、はいはい、ちょっとちっちゃい先輩2人ですけども、はい、よろしくお願いします。お便りがね、いろいろ来ておりまして、紹介させてください、はい、ラジオネーム、モカさんです。イエティのね、公演を見て、初めてご覧になってと、はい、またどんな舞台なのか分からなくてワクワクしながら楽しませていただきましたというお便りなんですけれども、はい、一方でね、ヨーロッパ企画の本公演も動き出しているようで、はい、今からとても楽しみにしております。ありがとうございます。ぜひ、はい、来てけつかるべき新世界、はい、いうね、新作本公演がございます、はい、これ、まあ、秋で、まあ、全部で10都市ぐらい回るんですかね、うん、ね、来てけつかるべき新世界ですかね。来てけつかるべき新世界、これ皆さん、チケットお問い合わせの際は、うん、今のイントネーションで言わないと間違いますね、うん、これはね、上田さんがね、作演出 の、はい、ぜひ声に出して言ってほしい、言ってましたよ。声に出して新世界とか略さずに、来てけつかるべき新世界っていうのを、来てけつかるべき新世界、はいはい、声に出して言ってくださいっていうのを言ってました、はい、声に出して読みたい日本語に入れてほしいですね、このタイトルね、はい、そうですね。もう一つね、お便りつけますよ、これはラジオネームサマーカーニバル、これ香川県の方ですね、はいはい、ありがとうございます、おはがきできてます、はい、下至で梅雨明けとなると、梅酒ガブガブの状態が続きます、皆さんはいかがですか。独特な状態ですね、それは、はい、梅酒ガブガブの状態、痩せた人一人を除いてばかりで元気いっぱいでしょう、ヨーロッパ企画のメンバーですかね、痩せた、ひょろっとした印象があるんですかね、はい、京都は年1回は旅していますが、冬と夏は怖い、めげずにいい芝居を作って活躍を願ってチュースで乾杯、かっこ乾杯ってなってます、はい、じゃあ今もおそらくお酒飲みながら書いてますね、梅酒片手に、はい、はい、まあ、直筆なんですけども、ちょっと斜め右肩上がりのね、文章で、怖い貞子ばりの涼しさ満点のストーリーをよろしくということで、僕ら、まあ、9月からなんですけど、まだ、ね、残暑が残ってる季節なんでね、そうですよ、はい、この前香川県の丸亀に行かせていただきましたけども、はい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 、やっぱり京都の暑さと比べて暑いは暑いんですけど、やっぱさらっとしてますね、ああ確かにね、で京都に帰ってきた時に、うわ京都の夏ってもわっとしてるというかね、ね、なんですかね、まあ本当に割とこう小麦畑とかね、いろんなやっぱ風に吹いている、風を感じる場所ですよね香川ってね、ではもうありますね、はい、まだあります、これもあのね、来てますよ、封筒に入ってね、手紙がありがとうございます、ラジオネームてんちゃんアットマークあいちさん、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます、こんばんは、この間の放送で小学生の頃バンドブームでイカ天を見ていたと言っていた長野さん、私はその頃もう働いていた気がします、あら年齢差9歳ってのはこういうことなんだなと改めて気がついてしまいました、パイセン、ハウンドドッグとか、大江千里、渡辺美里、知ってますよ、シュンスカとか大好き、いや別にこの世代ですよね、割とね、でも多分僕たちが小学校ぐらいってことですか、なるほどなるほど、で今も好きですよって、そうなんですよね、やっぱ好きなもんと変わんないですよね、大江千里さん歌ってましたね、はい、キーボードでね、今もうジャズミュージシャンになってしまいました、ああそうなんですか、はい、もうおそらくニューヨークとかでジャズを本格的にやってるんです、フォローしてなかったですね、そうです今はそういう感じ、はい、すっかり大人になってからは精神的にしんどい時とかに、昔好きだった曲が突然聴きたくなります、わかります、そして夜な夜なお風呂で歌います、わかりますね、後世の大俊さんとは年齢差16歳、過去ひゃー、汗、はい、中学生の頃とかどんな曲が好きだったのか聞いてみたいです、郵政文房具の席の DVD これで、ね、発売しました、はい、で注文されたそうです、ありがとうございます、そういったら早く見てまた娘と長電話して感想を語り合いたいです、47歳の私も、21歳の娘も、年齢差関係なく楽しめちゃうヨーロッパ企画さん、本当に出会えてよかったと思います、ありがとうございます、本公演も楽しみにしております、名古屋キャンペーンも楽しみです、名古屋キャンペーン、8月2日、ありますけど申し込みましたと、はい、ありがとうございます、場所がですね、CBC ラジオの第一スタジオって書いてあったので、もしかしたらブロラジも何かやるんですかなんてちょっとだけ期待しちゃったりしてってね、8月2日今から楽しみにしていますということで、はい、そうなんですよ、あのね、今流れている CBC ラジオさんのスタジオの方で、あのキャンペーンイベントやらせていただきます、はい、まあ、まだね、あの行くメンバーが、あの確定してないので、ね、そうですね、はい、でブロラジオもやるかどうかもちょっとまだ見て見て、はい、そうなんですよ、ありがとうございます、ぜひね、やりたいんですよね、この公開収録的なこともね、香川ではやってるんですよ、その時大体諏訪さんがマシっていうのが割ともう定番になってて、あれ僕
あ、行ってたよね。元広青年役をやらせていただいたんで。だから常にセットで来てんの。はい、行ってます行ってます。じゃあちょっとよろしくお願いします。お願いしますよ。はい、そういう感じで。キャンペーン織田信長物語かな。元広勝つ香川元広勝つ物語。うん。で、やっぱ終わり。あー、中川春樹物語かな。あー、それはあるかもね。ちょっとそれ面白いですね。ちょっと検討してみましょう。そうですね。はいはい、名古屋キャンペーン、まあ、引き続きね、まあ、公開収録があるかもしれませんので、よろしく企画してみます、うん、よろしくお願いします、うん、というわけで、うん、じゃあラジオドラマのコーナー行ってみましょうね。行きましょうよ。行ってみましょう、はい、あれもう今ね、ひと夏のブレイブストーリーっていうね、うん、ラジオドラマやっておりますけれどもね、はい、あのお便りの方がね届いておるんですよね、はい、まあ、これてんちゃんさんがね、なんか結構ね、はい、思い出、夏の思い出みたいなところでね、うんうん、お便りくれててね、はい、あのお杉さんが7月のラジオドラマのテーマを田舎でのひと夏のちょっと不思議な体験っていうキーワードで言ってらしたので、うん、お便りしましたと、はい、私は不思議な部分が全くない田舎でのひと夏の体験でしたと、うん、思い、そういうことを思い出しましたっていう、うん、まあ割とねいろんな思い出が書かれてあるんですけどもね、うん、ちょっと駆け足で今一回、はい、もう一つね、はい、で今週が最終話となっております、はい、ひと夏のブレイブストーリー、ね、うん、でこちらお便り読ませてもらいますね、はい、ラジオネームみどりさん、先月のラジオドラマで雨男がとっても良かったです、はい、聞いていて雨の学校やその情景が鮮やかに浮かびました、うん、パクヒャンシルさんの声やリズムも青春の風景にマッチしていますねという、うん、だからこの回雨男を書いてくださった旧小池さん、これ清華大学の学生さんなんですけども、はい、彼女が最終話を書き下ろしてくれましたので、ね、はい、これをねちょっと流させていただきたいと思います、はい、ひと夏のブレイブストーリー最終話です。どうぞ聞いてください。おばあちゃんの部屋でお皿が浮いているのを目撃したり、ケンタ君に角が生えたり、コスモやら覚醒やら、その日はよくわからない奇妙な出来事がたくさんありました。その夜のことです。なあケンタ、一緒に寝てもいい？なあサクト、一人で寝るん怖なったん？ちゃうし、一人だけ違う階で寝るん怖いんやろ。私が泊まりに来た時はいつもケンタ君の隣の部屋で私としおりちゃんが、その真下の部屋でサクト君が寝てきます。怖ないし。今日おばあちゃんの部屋でお皿浮いてるの見たやろ。きっと今夜出るで。出るって？何が？分かってるやろ、お化けやで。お化け怖いこと言うんやめてや。そやで、お化けなんか出るわけないやろ。おばあちゃんやったら出てもいいな。何言うてんねん、おばあちゃんはおばあちゃんや。お化けちゃう。てかケンタはええな、角生えててビーム出そうな感じするもん。これビーム出るって聞いて俺の角欲しなったんや。はあ、いらんわそんな角。お化け出たらビームで一撃やで。お化けなんか出へんし。もうみんなで寝よ。結局私たちは同じ部屋で一本多い釜の字になって布団に入りました。しおりちゃん寝れへんの？その夜、いつもはすぐに寝てしまうしおりちゃんが何度も何度も寝返りを打っていました。今夜は何かただならぬ気配がします。シックスセンスってやつ？違います、シックスセンスです。シックスセンス、シックスセンス、シックスセンス。何の音やろ、外からかな。私たちは恐る恐る窓の外を見ました。ベランダの真ん中で白い光が渦を巻いており、渦の中心から2匹の銀色のタヌキが出てきました。タヌキはベランダの端から端まで行ったり来たりしました。ちょ、みんな起きて、タヌキ、銀色のタヌキ。しおりちゃんは窓の外の異様な光景に釘付けになっていました。ねえ何してるん？初めて聞くしおりちゃんの大きな声でした。2匹のタヌキはその声で立ち止まり、感情のない目でこちらを見ました。そこ、うちらのベランダなんやけど。しおり、誰に喋ってんねん。だからタヌキやって。サクト君はしおりちゃんの大きな声に目を覚ましたようでした。私たち3人はパジャマ姿で窓の前に立ち、ベランダにいるタヌキの様子を見ていました。その時、一匹のタヌキが飛び跳ね消えました。
同時に小さな粒が庭のちょうど真ん中に転がるのが見えました。それは種のように見えました。するともう一匹のタヌキが飛び跳ね消えました。いくつもの小さくて透明な粒が現れ、あっという間に庭の土に吸い込まれていきました。まるで雨のようでした。白い渦は小さく小さくなっていきます。タヌキ消えたで。いや消えたんちゃう、あれは化けたんや。いつの間にか健太くんも起き、タヌキたちを見ていたようでした。化けた？今のは水に化けたってこと？またタヌキの姿に戻れるんかな。あのタヌキは多分もう戻らへん。私は健太くんのもう戻らへんという一言が妙に耳に残りました。そしてなぜかその時私はおばあちゃんが亡くなったということをはっきり実感しました。おばあちゃんとはもう二度と会うことはできない、身近な人が亡くなるということを私は初めて体験したのでした。ふと気づくとベランダの真ん中にあった白い光の渦ももう消えてなくなっていました。水に化けたタヌキはどこ行くん？水は循環します。あのタヌキは何しに来たんやろ。ベンさんが言うてたみたいに俺らと戦いに来た感じじゃなかったな。むしろなんか言いたそうやった。種と水に化けてまで私たちに何か伝えたかったんやと思う。あの銀色のタヌキはもともと野生のタヌキだったのかもしれないですね。そうかも。これ以上自然が減らんように俺たちにお願いしに来たんかもしれへん。さっきのタヌキは優しいお化けやったかもしれへんな。私たちはいつの間にか眠ってしまったようでした。おはよう。おはよう。あ、健太くん角なくなってる。え、うそやん。ほんまや。サクト、お前盗んだやろ。なんで俺が角盗まなあかんねん。その角ビーム出そうやからええなって言うとったやんか。それ言うたけど別に角なんかいらへんわ。あー、一回ぐらいビーム出しときゃよかったな。私はカーテンを開けました。するとパジャマ姿でジョウロを持ったしおりちゃんが庭の真ん中あたりに水をやっていました。しおりちゃん、おはよう。何やってんの？土に水をやっています。どうして？私のシックスセンスがそう言うからです。しおりちゃんはにっこりと笑っていました。ケンタ君の角消えてもしおりちゃんのシックスセンスは消えへんな。二人ともなんでその発音ええねん。うわー、やっぱりビーム出してみたかった。今あの家にはケンタ君、サクト君、しおりちゃんの家族が住んでいます。私は大人になってから一度もあの家には行っていません。ベランダの真ん中にはくねくねと曲がった小さな木が生えているとしおりちゃんが写真を送ってくれました。私は今でも夏になると2匹のタヌキのことを思い出します。大人になった今ではもう銀色のタヌキは見ることはできないけれど、あのくねくねと曲がった木の写真を見るとあの夏の出来事は全て幻ではなかったと思うことができます。私はこの夏おばあちゃんのお墓参りついでに久しぶりにあの家を訪れてみようと思っています。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。セクセンス、ね、言いたかったんですね。言いたかったですね、うん、僕のセリフになかったんでね。なかったですね、はい、一夏のブレイブストーリー、ブレイブストーリー、一夏のブレイブストーリー最終話でございました。作家は旧小池さん、はい、上手にまとめていただきました。いや、第4話で相当散らかりましたんで。お見事。お見事ですよ、はい、ね、うん、キャストの紹介をさせていただきたいと思います。主人公の私、うん、
一切名乗ることなく最終話迎えてしまいましたけど、私役ですね、うん、パク・ヒャンシルさん、よかったですね、健太役、土佐和成さん、作田役、私長野宗則、そして、しおり役が西村直子というメンバーでやらせていただきました、元少年少女たちのひと夏の、ブレイブストーリーでしたけれども、最終的にね、やっぱその生死というか命、と向き合うというような、ね、ストーリーに仕上げてくれた、本当にね、いや旧小池さんまたオファーしたいなと思ってますけど、ね、でも夏はやっぱりなんか思い出がいっぱいありますね。みんなそうなんですかね。どうなんでしょうね。なんか夏の思い出ってなんかいっぱい出てきますけどね。まあやっぱその長い夏休みがあるから、そういうことか。そこでやっぱり自分なんか学校のこのスケジュールに追われる以外の自分の主観で結構ね動けたりするから、僕日光のその光が強いから、その脳にその、ああ鮮明にこう影が残りやすいんかなっていう理論を、その説どの学者も唱えてないかもしれない。まだ多分唱えてないと思うので、唱えてないですね。日光さっき思いついたんですけど、夏の物語多いな、あ日光が強いからやって結びついて、まあ鮮やか、そうなんですよね。だから色彩が鮮やかやから、ガッとこう脳裏に焼き付く、残りやすい。冬ってなんかやっぱね、確かにちょっとやっぱ街もなんか草木も枯れて灰色のトーンになりますしね、記憶思い出があんまないです、どっちかというと室内のね、みかんやっぱ色なんですよね、記憶に残るのって色か、色なんじゃないですかね、ひょっとしたらね。そういうことか、そういうことですね。で次のねラジオドラマは、まあ打って変わって、これから僕ら来てけつかるべき新世界のね、公演始まりますので、稽古とかがね、新世界ってをキーワードにね、ゲゲゲやろうと思ってるんですよ。だからまあ串カツとか何あります？あと通天閣もありますよ。通天閣ですよね。あと、大衆演劇の劇場があったりとか、スマートボールとか、将棋があったりとか、だからそういったキーワードを軸に短編をダダッと2ヶ月ぐらいやってしまうから、いいですね。まあ言ったら本公の予習にもなるし。新世界っていうあの、ま、地域を知らない方にもなるべくこう深く入ってもらいたいな、ザバーンザバーンってその、水の音がするスパワールドの話やりたいですねキャーザバーン、あそんな感じなんですか。いやイメージです、イメージ。滑り台多分あると思うんで、流れるプールとか、あ一本土佐君書いてもらおうかな。でもその楽しげな声を聞かせるラジオドラマですけど、物語ないですけど大丈夫ですか。スケッチ、はい、スケッチ音声を収録してきた、夏の、わかりました、ドキュメンタリー、ドキュメンタリードラマ、ああそう、ちょっとなんか何かしらちょっと相談乗ってください。あぜひ、はいはい、ということでエンディングです、ちょっと駆け足で行かせてもらいますよ、はい。まあそんな感じで我々はこの夏はもう、来てけつかかるべき新世界に捧げます、という感じで、また詳しくは来月からね、お届けしたいと思いますけども、宛先の紹介です、この番組では皆さんの質問、ラジオドラマの感想などお便りをお待ちしております。宛先はヨーロッパ .broadway@gmail.com、europe.broadway@gmail.com でお願いします。今のアドレスはヨーロッパ局のホームページ内にありますブロードウェイラジオのブログ内にもありますので、ワンクリックでメール送りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、7月期マンスリーゲストありがとうございました。ありがとうございました、はい。というわけでまた来月はどんなマンスリーゲストが来てくださるのか楽しみにしててくださいね、はい。夏を感じる放送にしたいと思います。退屈な夏休みをね、はい、ブロードウェイラジオで、どうにかね、退屈じゃない、いい思い出をね、残せるようになる。みんな退屈じゃないと思いますよ、本当に。はい、じゃあそれは満喫してた人の意見ですよ今日の努力クラブの2人なんてもう本当に後悔しかなかったですよ、はい、なので、そういう人もいますんで、まあ賑やかな、ラジオにしたいと思いますので、来週からもよろしくお願いします、ということでヨーロッパ企画のブロードウェイラジオでした。さよなら、さよなら。